こんにちは、トレーナーの染谷俊樹です。今回は体脂肪を落とすための秘訣について話していきたいと思います。今日が11月の27日で、私は12月5日のコンテストに向けて今減量をしています。8月の20日から減量を開始して、体重は 69.1 キロから今 62.8 キロまで減量することができています。で、今の体もね、見てもらえば分かると思うんですけれども、こんな感じで、まあ、体脂肪率 5% ぐらいまで絞ることができました。ちなみに減量前はこんな感じです。で、結構顔も丸くて、お腹もね、体脂肪が乗っていて、腹筋が全然見えてない状態だったと思うんですけれども、今回説明することをね、意識して減量することによってしっかり体脂肪を落とすことができました。で、今回のこの動画では、その私が意識していることを短めにですね、解説していきたいと思います。で、これは体脂肪率を、まあ、こんな感じで極限まで減らすためにも使えるテクニックなんですけれども、それだけじゃなくて、体脂肪を落としたいっていう人には全員に使える有効的なテクニックですので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。もしこの動画が役に立ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速、体脂肪を落とすための秘訣を3つ話していきたいと思います。こちらです。まずは1つ目のメンテナンスカロリーから説明していきます。メンテナンスカロリーっていうのは、体重が増えも減りもしない摂取カロリーのことを言います。このメンテナンスカロリーを知るっていうのが、減量していく上で一番大切になってきます。なんでかっていうと、メンテナンスカロリーを知ることができれば、無理に食事を減らすこともないですし、こう自分が食べていいギリギリの摂取カロリーっていうのを知ることができるので、たくさん食べながら減量することができるからです。たくさん食べながら減量することができれば、この減量する中でモチベーションっていうのはすごく保ちやすいですし、まあ、そもそもたくさん食べることができれば、そこまで減量自体が空腹によるきつさっていうのはなくなってきますので、体脂肪を落とすっていう行為が続きやすくなります。もし今体脂肪を落としているっていう方で、まあ、食事がきつすぎるっていう人は、今から説明するこのメンテナンスカロリーっていうのは覚えておいた方がいいんじゃないのかなと思います。メンテナンスカロリーを知らずに、まあ、どんなに体に良さそうなもの、フルーツだったりとか、例えばこうオーガニックの食べ物とかって、なんか体に良さそうで体重が落ちそうなイメージがあると思うんですよね。グラノーラとか、そういうなんか全粒粉とかって聞くと、なんとなくこう体脂肪落ちそうだなって思うんですけれども、まあ、そういった体に良さそうなもの、健康的なものでも、まあ、たくさん食べていて、食べている量っていうのがメンテナンスカロリーを上回っていたら、これはもう体脂肪っていうのは絶対に落ちなくなってしまいます。健康そうな食べ物イコール痩せるではなくて、必要な量を正しく食べるっていうのが体脂肪を落としていく上でとても大切ですので、メンテナンスカロリーを意識するようにしてみてください。で、このメンテナンスカロリーの求め方なんですけれども、これもとても簡単です。求め方の計算式はこちらで、基礎代謝×活動量っていうのがメンテナンスカロリーになってきます。で、この活動量っていうのが人それぞれになります。目安については、だいたい活動量っていうのは、ほとんどの方が 1.3 から 1.7 くらいになると思います。で、この計算式からメンテナンスカロリーを求めていただいて、そのメンテナンスカロリーっていうのが、体重が増えも減りもしない摂取カロリーになるので、そこからマイナス200キロカロリーくらいですね、摂取カロリーを引いてあげると、だいたい毎月約1キロぐらいの体脂肪が落ちる計算になります。減量していく上では、この摂取カロリーをメンテナンスカロリーよりも少し低い状態にするっていうのがとても大切で、 PFC とかその先のタンパク質とか炭水化物とか脂質の割合をコントロールするっていうのももちろん大切です。でもそれっていうのは、そもそもメンテナンスカロリーをしっかり把握してからこそ効果を発揮します。オーガニックとかと同じで、どんなにタンパク質を取るようにしてとか、脂質を取らないようにしてってやっていても、このメンテナンスカロリーを上回ったカロリー取っていたら、たくさんタンパク質が取ってても体重っていうのは落ちなくなってしまいます。ですので、メンテナンスカロリーをしっかり理解した上で、次のステップとして自分に合った PFC バランスを見つけるようにしてみてください。で、こちらのこの PFC とかの話については、私がローファットダイエットの方法っていうのを別で動画を撮っていますので、概要欄からそちらをチェックしてみてください。体脂肪率を 25% から、体脂肪率を健康的な体脂肪率、だいたい 15% から 12% ぐらいまで落としたいよっていう方は、まずその PFC を意識するとかの前に、このメンテナンスカロリーですねを意識することがとても大切ですので、そちらをね、まずは頑張ってみてください。次に2つ目ですね、体重は増えてから減るです。こちらのグラフを見てみてください。これは私の今の減量中の体重の推移になっています。体重が上がって減って上がって減ってっていう感じで、グラフで見ると右肩下がりになっていると思うんですけれども、この点で見ると上がったり下がったりを繰り返しています。
で、まあ、こんな感じで体重っていうのは長い目で見た時に右肩下がりに下がっていくようになっています。ですので毎日の数字だけで見てると体重っていうのは全然増えます。増えたり減ったりを繰り返します。ですのでこの体重の数値っていうのは毎日毎日測りはするもののそこまで気にしなくても大丈夫です。なんでかっていうと体重っていうのはその日の体のむくみであったりとか、お通じの良し悪しだったりとか、前日食べたものの量とか水分とか、あと睡眠時間とか様々な要因によって朝の体重とかっていうのは変わってきてしまうので、それを毎日毎日気にしていてもやっぱ仕方ないんですよね。でもしどうしてもその数値が気になるっていう方は体重については日にちで毎日管理するんじゃなくて毎日測るんですけれど、数値は週単位で平均値を出して管理されるといいんじゃないのかなと思います。でも明らかに2週間ぐらい経っても体重が全く減らない横ばいの場合は、一つこのダイエットに緩急をつける時だと思いますので、チートデイを入れてみたりとか、あとは摂取カロリーを少し減らしてダイエットを継続するようにしてみてください。本当に私みたいなこんな感じの体を作るための減量、ハードな減量を行っていても体重っていうのは増えたり減ったりを繰り返しますので、なのでね、皆さんそうだと思いますので体重減らないと辛いと思うんですけれども、そこはちょっと強い気持ちを持ってもらって頑張っていきましょう。で最後3つ目、体脂肪は1日では増えないです。1日で体脂肪が落ちないように、体脂肪は1日で増えることもありません。この体っていうのは毎日の食事の積み重ねで作られていきます。毎日メンテナンスカロリー以下で食生活を続けていけば、体脂肪っていうのはほぼ確実に落ちていきますし、単体に毎日ね、摂取メンテナンスカロリーよりも食事量を増やしていれば体重っていうのはほぼ確実に増えていきます。ですのでここで言いたいことっていうのは、体脂肪は1日では増えないので、チートデイを定期的に入れても大丈夫ですよっていうことをお伝えしたいです。ダイエットを始めると体重が落ちてきて、どうしてもチートデイとか入れることが怖くなると思います。なんですけれども、体脂肪っていうのは、そもそも一発でバンって増えるわけではないので、チートデイは入れても大丈夫です。むしろ定期的にチートデイを入れることによってダイエットのモチベーションをキープして減量を続けていくっていうことが、体脂肪を落としていって、かっこいい体、引き締まった体を作っていく大切な部分になりますので、デスのチートデイを入れていくようにしていきましょう。ちなみに私も週に1回ぐらいハイカーボデイといって炭水化物をね、もうたくさん摂る日を入れています。そうじゃないとやっぱモチベーションを保てないですよね。本当に体脂肪っていうのは1日で増えも減りもしません。毎日の積み重ねでこういった体脂肪のない状態を作ることができますので、継続が大切になってきます。ですので1回食べたら体脂肪増えてしまうんじゃないかとかってビクビク過ごすんじゃなくて、1日にぐらいだったら食べても大丈夫ですので、それで食べてあげてダイエットのモチベーションが続くように食事の方はコントロールしてみてください。まとめると、メンテナンスカロリーを知ることによってできる限り自分が食べていい量っていうのを把握することができます。そうすれば食べる量がすごい少なくてダイエット自体がきつくなってしまうっていうことはなくなりますし、ダイエットが続けやすくなるんじゃないのかなと思います。で、その後は毎日の体重の増減っていうのはあまり気にせず、長い目で見て体脂肪を落としていくように意識をしてみてください。毎日体重計乗って毎日悩んでいてもね、これも仕方ないので、体重については水分だったりとかむくみ、あとはお通じとかで変動してくるので、そこまで気にしないようにしましょう。本当に体脂肪を落としていくっていうのは、長期で考えることがとても大切ですので、3ヶ月から6ヶ月間の、この減量の期間っていうのを作って、体脂肪を落とすように取り組んでみてください。ここまでのね、体を求めていない方も多いと思うんですけれども、体脂肪を落としていく上ではこの3つっていうのは欠かせないポイントだと思います。ですので、この3つのポイントを意識してみて皆さんのダイエットに活かしてみてください。今回の動画はこれで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。